はい、よろしくお願いいたします。それではまず主催者の毎日新聞社丸山記者からお願いいたします。はい、毎日新聞の丸山です。よろしくお願いします。まず11月22日に挑戦が決まりまして、それから需要症の将棋の研究とかどのような対策、これ今までにどんなような準備をされてきたか教えてください。はい、藤井さんの対局はですね、このタイトル戦の挑戦が決まる、以前からですね、もちろん毎局のように注目して見ているということになります。中継もやっていますし、データベースでもたくさん見ることができるので、それを見てですね、どういう、形でいくのがいいのかということをですね、今日まで、考えてきたというところです。明日から七番勝負始まりますけども、2年ぶりの、タイトル戦にもなりますけども、今回の七番勝負への意気込みをお聞かせください。はい、せっかくですね、こういった大舞台といいますか、ヒノキ舞台に立つ、機会に、恵まれましたので、その舞台に、ふさわしいような、中身の濃い、将棋が、させたらいいなというふうに、考えています。続きまして、スポーツニッポン我慢記者お願いします。お願いします。タイトル戦を前に タイトル戦では初対決となる、藤井王将の現時点での、羽生さんの捉え方というのは、このような棋士だ、ここを警戒したいというところがあれば教えてください。はい、藤井さん、そうですね、ずっと安定して、結果を残されていて、で、特にですね、ここ最近さらに、その強さを増しているという印象を、持っています。ただですね、棋譜で見ているのと、実際に対局してみるとのではだいぶその感じ方といいますか、受け取る印象というのは、変わるところも、あると思うので、それはですね、明日以降に、自分自身が実際に対局してみて、体感していくものなのかなというふうにも思っています。はい、その他質問ございますでしょうか。はい、それでは、はい、あちらの方お願いいたします。東京新聞の樋口と申します。ちょっと対局前に言いづらい部分があるのかもしれませんが、おっしゃられる範囲でちょっと教えていただければと思いますが、藤井戦のですね、準備を、されてこられたということで、先ほどもその強さが増しているんじゃないかというお話がありましたが、明日からの2日間ですね、今までのタイトル戦と今回のタイトル戦戦い方で、言うと、藤井さんのと戦うということで、藤井さんと戦うということで、これまでと何かこう違ったりとかですね、その藤井さんに特化した戦い方みたいな、そういったものを用意されているのか、それともこれまでと変わらずというか、これまでのタイトル戦との戦い方の違いなどがもしあるのならば、教えていただけたらと思います。そうですね、明日が、第1局で、ちょうどその振り駒で戦後が決まるということも、あるので、それによってですね、だいぶその展開というのは、変わるんじゃないかなというふうにも、思っています。でもちろんこういろいろとこう想定するんですけども、実際の対局っていうのはですね、結構自分の思い通りにならないというか、予想通りにならないというところも、あると思うので、その意外なことが、起こってからですね、しっかりと対応していきたいなというふうにも思っています。で、これ特にその藤井さんとの対戦に特化したという話ではないんですけれども、2日制の8時間という非常に長丁場の対局でもあるので、やはりそのこうミスをしないというか、きちんと
正確に、まあ、指していくということも、まあ、非常に大切かなというふうに考えています。ありがとうございました。はい、それではその、あのお隣の方はどうぞ。はい、あの朝日新聞の北野です。伺えたらと思うんですが、先生と、藤井王将は、32歳差での顔合わせになります。まあ、将棋の歴史においても非常に、大きな意味を持つタイトル戦になると思います。先生、その世代を超えて今回あの対戦は実現したことを今、明日始まるという前日にですね、その意味合いや重さのようなものはどのように今お感じになられているんでしょうか。そうですね、まあ、将棋の世界は、まあ、比較的年齢差があっても、まあ、対戦するということは、まあ、まあまああるということではあるとは思うんですけども、まあ、そうは言ってもですね、まあ、なかなかこれぐらい離れてしまうと、まあ、特にタイトル戦という舞台では、まあ、実現するのは、まあ、難しいところも、まあ、あるのかなと思っていました。まあ、今回ですね、そういったものを超えて、まあ、なんとか実現できたのは、まあ、非常に、まあ、嬉しく、まあ、思っています。で、一方で、まあ、ただ、対戦があったということだけではですね、まあ、あまり、こう、大きな意味は持たないと思っているので、まあ、それに伴った、まあ、内容といいますか、中身のあるものを、まあ、残していくということが、まあ、大切なのではないかなっていうふうに思っています。はい、それではそのお隣の方どうぞ。はい、読売新聞の星野です。羽生先生にお伺いするのは若干失礼かとも思うんですが、まあ、昨年度非常に苦しんだ時期もありましたけれども、藤井王将とですね、タイトル戦を戦いたいというようなお気持ちがモチベーションになったようなところというのはあるんでしょうか。そこだけお聞かせください。そうですね、まあ、なんて言うんでしょうか。例えばこう、王将リーグ、まあ、始まるときにはですね、まあ、もちろん挑戦を目指すんですけれども、まあ、やっぱり手強い人ばかりなので、まあ、そのまずはまあ残留できるようにというところからまあ始まるというところはまあありました。で、まあ、ある程度ですね、まあ、星が伸びてからは、まあ、確かにまあ藤井さんとのタイトル戦が現実に実現したらいいなということはまあ、考えていましたので、まあ、それがですね、まあ、いい方向に、まあ、つながったのではないかなというふうにも思っています。はい、それでははい、あちらの方お願いいたします。ジャーナリストの阿波野と申します。将棋が専門じゃないんですけども、2年ほど前に谷川九段にちょっと取材をしたときに、年の話して申し訳ないんですけど、大山さんはなんで50代や60代になっても強かったんだって伺いましたら、しばらく考えられた後、対局中にやっぱり相手が何を考えているのかということを見抜く人間観察力がやっぱり鋭かったんじゃないかということをおっしゃってました。で、羽生先生は、もう50代超えられて、若い頃よりも自分はそういう能力がちょっと出てきたなとか、ちょっと相手の考えが読めるなと、まあ、表情とか仕草だと思うんですけど、そういうようなことって感じることありますでしょうか。なるほど、そうですね、まあ、もちろんそのたくさん対局をしてきた中の、まあ、経験値によって、まあ、こういう手が来るんじゃないかとか、まあ、そういう予想はもちろんするんですけれども、まあ、なかなかですね、実際の実戦の相手の手を予測するっていうのは、まあ、かなりその、まあ、難しい作業なので、まあ、いろいろな可能性に対して、まあ、対応できるようにしておくというところが、まあ、私がまあ実際にやっているというところですね。で、確かにまあそのおっしゃられたように、まあ、大山先生も私も晩年に10局ぐらい対局してるんですけども、やはり非常にその、なんて言うんでしょうかね、こう相手の手を予測するのがこうまいというか、なんていうか、そういう
力も非常に長けていたし、まあ、そのパッと見てその局面の、まあ、急所というか、まあ、ツボを抑えるというところもなんかそうですね、旗から見ていてやっぱりすごいものだなということを、まあ、感じたという記憶もあります。ご自身がそういう力がついてきたなと感じることは？そうですね、それは全然なんか私自身はあまり感じたことはなくて、まあもちろんそれができるようになればいいですけど、まあまだまだそれをここは修行が足りないというところだと思います。はい、何局か対局して藤井さんはそういうのが分かりにくい相手だなっていうふうに感じますか？表情とか仕草とか。あ、うん、藤井さんの指し手が当たるかっていうことですか？それはですね、まあ藤井さんに限らずやっぱりトッププロの人たちの手を毎回毎回正確に当てるのはほぼほぼ不可能なことなので、まあいろいろな可能性に対して、まあこう読みとか準備とかで対応するというやり方になると思います。なかなかそこが、まあ、できればもちろんいいんでしょうけど、将棋って常にこう何十とか何百とかっていう可能性があるので、その中の一つをこうぴったり当てるっていうのは実際はかなり困難な作業かなっていうふうに思ってます。ぴったりじゃなくても、まあ、相手の性格からこういう時は攻めてくるだろうなとか、そういうようなことをこうその時の相手の感じから読むっていうようなことはあまり難しいんですか？あ、なるほど。なんかつまりなんかそういう棋風とかスタイルによってなんかこういう手をやってくるんじゃないかとか、そういうことですか？それはそうですね、実際にやっぱりこうかなりの局数をやってこないとなかなかそういう傾向は見えてこないのかなっていうふうには思ってます。まあ、藤井さんとの対戦はまだ公式戦でも10局にも満たない感じなので、まだまだそのあたりは、まあ、よくわからないというのが実情です。ありがとうございました。長くなりました、すいません。はい、それでは、一番後ろの方はどうぞ。スポニチで観戦記者というか観戦記担当させていただく森田と申します。以前羽生先生から白紙覆面という記号といいますか戦争をいただいたんですが、今回白紙覆面も若い人に学ぶという感じですよね、言葉としては。で、今回仁という字をお書きになられたということで、仁というのにそういうような若い人に対する徳みたいな、そういう意味合いを持ってその字を選ばれたんでしょうか？あ、そうですね、まあ、これはこの王将戦を、記念して作る記念戦数の記号として、まあ、書いた言葉で、一番最初にですね、実は藤井さんが真という深いという言葉を、まあ、書かれていて、で、まあ、私が次何を書くかというところで、まあ、いろいろ考えたんですけども、まあ語呂とかそういうのがいいかなと思って、まあ真という言葉を、はい、まあ、選びました。でもちろんそうですね、将棋はまあ盤を挟めばですね、もう年齢は関係なく、学べるところは学ぶということでもまあありますので、まあそれは若い人からでも、いろんなことをまあ吸収して、習得していけたらいいなというふうにも考えています。はい、続いていかがですか？じゃあこちらの方どうぞ。中日新聞の大山と申します。羽生先生、確か最初に名人取られた時の相手が当時まだ羽生先生20代で、相手が50代の米長先生だったかと思うんですが、まあ、今回の逆に、50代の挑戦者として20代のタイトルホルダーに挑む、改めてその、考えとかですね、あるいはその、意義などを感じることがあれば教えてください。そうですね、まあ本当にまあ、米長先生とは二回りちょっとぐらい離れていたと思うんですけども、まあ本当に、なんていうか、こう幅広い年代の人と、まあ対局ができるというのが、まあ将棋の素晴らしいところかなっていうふうに思ってまして、まあスポーツの世界とかですとね、なかなかそこまでの、その、
20年とか30年とかっていう風な年の差で同じ土俵で顔を合わせるっていうのは難しいと思うので、まあこれはですね、その将棋の世界ならではのことなのかなっていう風にも思います。もちろんその点に関してはですね、感慨深いところもありますけれども、対局が始まってしまえばですね、そういうことは横に置いて、しっかり集中してやっていけたらいいなというふうにも思っています。はい、それでは次は最後の質問とさせていただきます。はい、じゃああちらの方どうぞ。はい、静岡朝日テレビの市と申します。先ほど藤井さんにも同じ質問させていただいたんですが、この掛川という土地で王将戦が10年以上連続して行われています。将棋の街というふうに後ろにも書いてありますけれども、その掛川に対するイメージですとか思いなどありましたら教えてください。そうですね、本当にもう、10年以上にわたって、この王将戦の、開幕局をですね、毎回開催していただいて、とてもありがたく思っております。本当にですね、掛川の、地元の皆さんが何て言うんでしょうかね、力を合わせて、毎回毎回歓迎をしてくださって、対局に集中できる環境を作ってくださっていることに、深い敬意と感謝をしたいというふうにも、思っていますし、これからもですね、ぜひ、そういう形で、続けていっていただけたら非常に、嬉しく、思っています。ありがとうございました。はい、それでは時間が来ましたので、これで、羽生九段の会見を終了とさせていただきます。羽生九段、ありがとうございました。はい、本日